ガルーラ、モコウと申します。はい。はい、今回、ポケモンカード対戦やっていくんですけども、お相手ははい、僕です。はい。はい、よろしくお願いします。はい、はい、しっかりとやっていきましょう。はい。どうしますか、この前のね、はい、動画から2戦目ですからね。はい、2戦目ですね。今回も、はい。ちょっと今回は勝ちます。はい。はいはい、よろしくお願いします。どんなデッキを使ってるか、結構後輩君ね、はい、デッキビルダー得意、デッキビルダー得意だからね。いやいやいや、毎回違うデッキ持ってくるの、ね、確かに毎回違うデッキ持ってきますね。はい。じゃあ、じゃんけん。いきますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。おい。先行もらいます。はい。はい。さあ、半分開いていく。あ、いましたわ、ちゃんと。はい。いや、いいけど。この前のデッキとあれなんですよね。一緒って、一緒なデッキですよね。まあそうだね、俺はこの前っていうか、はい、前回の動画か、前回の動画と僕は同じ、はい、ほぼ同じです。はい、じゃああれですわ、はい、似てますわ、デッキタイプが。似てるってこと、マジで、はい、似てると思います。デッキタイプってことか、それが楽しみだ、はい、さあ、じゃあじゃあ行きますか、はい、勝負しようか、お願いします。はい、さあ、お前いきなり勝とうか、はい、よろしくお願いします。ドローします。結構ハンドいいっすよ。アチャも出します、ベンチに。アチャもで、ネストボール使います。うん、アチャもいっとくか、もう一枚。うん、うん、あちゃも、うん、あちゃもでいいのか。うんうん、とりあえずあちゃも出して、はい、ちょっとまだ触りますね。ハイパーボールで、はい、あ、これハイパーボール使わない方がいいな。ハイパーボール使わない。いやいや、もう行っちゃったんで打ちますわ。あ、打つ。いやー、これちょっともったいないけど白になりますよ。ちょっともったいなすぎるな、これ。もう一枚あるってこと？リーレーがあるのか。あ、そうですね。うん、リーレーがあります。リーレーがあるのかな。はい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 。これあれだな、アチャも出さずにアチャもと白なだったな、うん、間違えましたね、うん、あ、ごめんなさい、カップボールじゃない、うん、これじゃない、ヤレユータンですね。ヤレユータンか、はい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 、ヤレユータン、ヤレユータンにアゴを出して、はい、で基本砲のエネルギーはアチャモに1枚入ります。はい、で、采配使いま、あ、使います。はい、使います。はい、まあ先に使ってもいいですよね、使いようですよね。で、今しめのほっこら置いちゃいます。置いちゃう、なるほど。で、DDA で、なるほど、8枚か、1枚なんで7枚ドローします。7ドロー、これ痛いや。はい、さあ、初っ端から7枚ドローされてしまった。ちょっともう一回ネストボールに使います。なるほど、回ってますね。はい、やっぱリーディエ初端に打てると強いですね。しかもお前このリーディエ何これ、え、見たことないですか。ちょっと可愛いやつじゃん。プロモのリーディエですよ。ちょっと可愛いリーディエじゃん。このリーディエ僕ポケカのイラストの中で一番好きですね。一番好きなんだ、リーディエ。はい、可愛い、とても、ガンバリーディエより下手したら可愛いですよ。マジでちょっとでも絵柄いいっすね。買って、うん、そうっすね、終わりますわ、ね、はい、じゃあメランコリックな感じで、はい、おし、あちゃもデッキよろしくお願いしますよ、このデッキで。じゃあとりあえず僕は、はい、ハウ、いや白なミスったな、ハウルキは3枚ドローはいさせていただきまして、おし、あ、もうこれで多分ちょっと当分事故んないな。お、本当ですか。ヤミカラス出します。はい、あ、そのデッキ、うん、悪の置き手配っていうか、ヤレユータンちょっと置かない方が良かったかな。ヤレユータン、まあまあまあ言うて、まあでも1枚だから多分使いづらいですよね。全然使いにくい。エネクジで、はい、トップ7枚見て、エネクジいいっすね、そのデッキね。エネクジマジで、ね、多いんで、エネルギーを、あ、エネルギーなかった。はい、これです。最悪じゃん、ごめんやん。そんなことあります。そんなことある。結構入ってますよね、エネルギーね。結構入ってるけど、まあ言うて基本エネ3しかける4枚なんで12枚っすよ、はい、うーん、ちょっと今のは痛いと。いや、今の言うて結構痛い。一旦このハイパーボールで食いつかというようなテテフを墓地に置く、はい、いいんですか、テテフ消しちゃってっていうね。まあもう多分使わないから、マジカルスワッピング、マジカルスワッピング、ちょっとガラス、カラス、そっちで OK です。このまま俺はターンを終了します。ターン終了、はい、エネルギー引けてないってことですね。じゃあドローします。僕は、まずハイパーボール使います。ド、は、ノ、い、エネルギーと鉢巻きを捨てて、はい、いや、ほんと白なミスだったな、うん、なんで俺、マーチャも2枚目出したんだろう、ベンチに。で、若シャモに進化させます。で、ダブル無色エネルギーをカッコリコに貼って、ダブリング無色。はい、じゃあ、回転飛行で全員20ダメージ。さあ、ダメカンの準備だ。さあ、めんどくさい、ダメカンの準備。お互い、これもうダメカンデッキなんで、ね。お互いダメカンデッキだから、これ。はい。じゃあ僕はそのままターン終わらせていただきますわ。どうします。はい。うわ。
なんかようわからんカード引いたわ。出したわ。光るアルセウス。光るアルセウス。光るアルセウス。え、待って、光るアルセウス、僕のデッキの ドカウンターなんですけど。え、ちょっとそれ。これ。それ結構出されるとめんどくさいんですけど。これ。あ、てかこれ、このポケモンがいる限りは自分のベンチポケモンで。そうですよ。おー、すげえじゃん。めちゃくちゃめんどくさいんですけど、そのドカウントじゃん。ドカウンターですよ。さらにドンガラに進化させて。はい。シロナいっちゃいます。はい、どうぞ。ちょ、わざわざ歌うことには、話になんないから。ドがつくほどのカウンターですよ。なんかアルセウス止められるか。マジで、うわ、マジか。え、ね、引けないんすか、また。いや、ちょっとね、もう事故ってますね、ちょっと闇柄。はい、ドンカラスに。あ、カウンターに。ごめんなさい、カプコギコにカウンターに。はい、どうぞどうぞ。そのままターンを終了します。はい、はい、この子じゃなくていいんですね。大丈夫。まあでもそっか、無職っぽいね。なるほど。どうします。はい、いいカード引いた。改造ハンマーでカウンターエネルギーを出します。うーん、お前、超なりいやつじゃん、それ。はい、で、バシャームに進化させます。このお互いがメタリ合う感じを。で、バシャーム。ダブル無職エネルギーを、はい、まあ、いや、ダブル無職エネルギーをここに貼って、うん、で、ベンチにラティオス出します。うんうんうん、で、焚き付ける使います、うん。効果が自分の番に1回トラッシュの炎エネルギーを1枚ベンチポケモンに付けられますので、うんうん、ラティオスにつけとこうかな、うん、で、特性采配で2枚を移動しますね。その采配強いな。はい、そうっすね。ヒートファクトリーにちょっとチェンジします。ヒートファクトリー、はい、で、効果で、そのエネルギー手札から3枚移動します。1、2、3、強いっすね。はい、で、サポート使ってないっすよね、僕このターンね、はい、なんで、シロナ引いたんでシロナ使います。いや、普通にこのターンラティオスいかれんな、俺。1、2、3、4、5、6枚と、はいはいはい、この子ね、多分バトル場にいないとダメなんで、今のうち殴りごめん、そうだ、ほんとだ、はい、ハイパーボールで今しめとアチャモを捨ててデッキからバトル場にいなきゃいけないのだね。若シャモを加えておきます。バトリング場にいないと若シャモ進化して、いないのきついな、はい、じゃあ回転飛行で全員に20ダメージ。いや、お前20点オールを叩き出すつもりか。半終了します。毎ターンのようにそれやるつもり？ちょっと。はい。ちょっとカウンターエネルギーが前回それで負けたんで。それって確かぶち刺したからね。ちょっともう一生乗っけ続けときます。じゃあ我のターンで。どうぞ。ちょ、無償エネルギーちょラチョウさんつけるわ。来ましたね。さすがに。んで、はい。ちょ、タイマーボール使うよ。どうぞ。表1体でいい。ああ。これもう出なくていい。タイマーボールマジで、いやうまいっすね、タイマーボール使うの。俺もタイマーボール使えてないから。タイマーボール使うのうまいな。この前の動画で4回打って4回全部裏でしたから。全部裏だと思う。あれきつかったな、マジで。やっぱコイントスってね、はい、コツがあるんですよ。はい、分かる、どうぞ。そのままもう進化させちゃいます。コツがあるんですか。うん、もうコイントスいかにうまく操るかっていう実感とお願いします。これなんでかっていうと、はい、僕がこのターンリーレを打つからです。なるほど。はい、2枚、3枚。からアルセウス、前出れないですね、でもそうすると。はい、なこれって、ブロワでいけないんだよね。ブロワでいけないです、このカードは。いけないやつだな、ちょっときついな、はい。上書きするか、ポケモンの技とかだったらいけますね。技じゃないといけないんだよね。なるほど。グッズサポートじゃできないので。で、このダブル無職エネルギー、このブレイキングスルーの1体と、はい、この場所で。場所もで、はい、了解です。感じですね、はい、はい、じゃあドローします、はい、攻撃体制が整ったんだったら僕もそのラティオスは倒さないとダメですよね。ファクトリーで手札この間に捨てて3枚ドローします、はいはい、で手札からカウンターエネルギーを簡単ね、若シャモにつけます。で焚き付ける使います、うん、基本炎エネルギーをラティオスに。それ強いよなぁ。リーディエで2枚ロードします。カプコキコ逃げ根ゼロなので逃げます。はい、はい、この状態で、はい、バシャーモのファイヤーストリームを使ってもらいます。ファイヤーストリーミングきたよ。このポケモンについて炎エネルギー1個取らしすることで、うん、ベンチのポケモンにも全員20ダメージと、さらに目の前のポケモンに90ダメージですね、はい、じゃあラティオス死ぬっすよ。はい、20で、サイド1枚取りますよ。うわぁ、短縮です。
いやお前それクソだりーぞおい。どうすかこのバシャーモデッキ。それクソだりーぞ。いやでも多分似たようなデッキですよ。同じことしてますよ。おいそれクソだりーぞ。じゃあ今コケゴで。コケゴで、はいどうぞ。じゃあドローします。似たようなことしてますよ。俺も前回その気持ち味わいましたから。なるほど、ね、この屈辱を、はい、屈辱を味わいましたから今話に来てるわけで、ね、じゃあちょっとこれでいきます。ダブルショックにつけておいたんですね。ネストボール、はいはい、からのニューリング、はい、ニューラ、ニューラを出す。まあ、ハイダーボール使っちゃった方がいいな。了解です。ボール使います。はい、格闘技ボ、はい、そのまま出します。はい、でまあ最終的にリレーを使って、はい、使って4枚じゃあ5枚か、5枚ですかね。いい、はい、じゃあもう1枚で動かしていただきます。 OK 回ってはいる、はい、じゃあ回転飛行、はい、20ホール続けます。20ホールこれやばいよね。じゃあドローします、はい、マジカルスワップも強いけどマジカルスワップは実はピン差しなんだよ俺。あ、そうなんですか。じゃあもう消しちゃったんですよね。そこは回信していい。じゃあまずヒートファクトリーで手札この辺捨てて3枚ドローします。 OK、はい、引けた。バシャーモに進化したんです。うえ、引きつける2回目か。引きつける2回使います。うーん、いやこれ普通にこれレースで勝てねえな。まあいい、このバシャーモにつけます。はい、手張りします。うん、まあそれで一応で、はい、ファイアーストリームで、はい、目の前のところに90と、ベンチに20ずつ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。はい、じゃあ計算します。じゃあ、最後1枚引いて、ターン終了です。普通に死なねえ、俺。普通に死にそうなんだけど、ここはドンガラスをじっくりと出していっては、ワンドローしていく。はい、ドンガラスのカウンターエネルギー。はい。つけて、はい。いや、でもこれ言うて、これ、バシャーの、普通にキモいな。キモいとかやめてくださいよ。僕のカードね。バシャやべえだろ。あ、はい、闇カラスこれ今出す必要ないんで、ちょっと一旦ここ止める動き。レイブンクローで。はい、レイブンクロー。一旦倒します。わかります。じゃあ僕の番ですね。はい。回転飛行の方で。じゃあドローします。いや、これちょっとダメージ、勝てなくね？レスキュータンカー使います。サイドレースで勝てない。バシャモと、アチャモと、あ、山肌に戻す。はい、山肌に戻すと使いますね。あちゃもで戻します、うんうん、ちょ。デッキ少なくなってきたので、うんうんうん、ちょっと戻しておいて、ストボール使って、あちゃもデッキに加えます。あ、さっき加えました。はい。ベンチに出すと。バシャモタキスケルで、うん、このエネルギーをあちゃもにつけて、うん、で、そのままダブル無色エネルギーをあちゃもにつけます、うん。で、逃げゼロなんで、うん、逃げます。うん、で、ラティオスにしようかな、うん、ラティオスを出します。うんうんうん、で、ブレイクスルーでまず30点なんで死にますんだよね。で、はい、30点80なんで、はい、30と、はい、あと、じゃあ余裕で破壊ドンカラスに30点乗っけます。はい、で、サイド1枚取ってターン終了です。もうガルセウスがもう動けないんだよな、多分。そうっすね。4枚乗っけの難しいっすね。そう、4枚乗っけの、まあ、2枚でいいんだけど、その2ターンを生み出す、はい。ロスが、ちょっと今、あまりにも。あまりにも痛すぎるので、痛いと。ここはもうドンカラス連打するしかないという状況になっていますね。これも初期エネルギーつけます。はい、マニューラに進化させるかの、はい。シロナ。シロナどうぞ。じゃあこれシロナやっても多分そんなに反応の中身が、バシャーモどうすか。バシャーモ、バシャーモ結構えぐいっすね、はい、多分あんま使う人いないですもんね、バシャーモ、焚き付けバシャーモ、あ、よっけっす、はい、じゃあ6枚ちょっと引かせてもらいます。焚き付けバシャ、焚き付けバシャとかも初めて見たわ。使う人増えるかな、これで。これちょっと増えるといいっすね。増えるといいっすね、後輩のこの構築で、はい、まあとにもかくにも、はい、闇カラスは出して、どうぞ。レイブンクロー、レイブンクロー、はい、とりあえず倒されますね、おそらく余裕倒されますなんで、はい、はい、で、まあ、とりあえず、はい、このっていいかな。このサイドレースどこで負ければいい、はい、じゃあドローします。レテアイで火力出せんのって馬車だけなんだよね。まあそうですね、うん。馬車以外は火力出せないですね、ほぼ。不思議な目で馬車も、に、して、一応ヨギラス出しておきます。で、吐きつけるで、はい、2枚ヨギラスに、つけて、はい、うん、逃げエネゼロなんで逃げます。うん、いやーマジでカプコクが強え。今勝ち上がってるもんね。この上がってますね。たどんどん上がってますね。600円ぐらいだったわ。じゃあ、ファイアストリームで、ファイアストリームまず90点と90で破壊で20点オールですね。はい、そうすらウセウス死ぬんじゃね。じゃあ俺のターンでいたします、はい。
で、これ動画死んでんのか。あ、そうっすね。忘れてますね。すみません。一旦マニューラで、はい、ドローしちゃってたんで、はい。レスキュータンカー、はい、デトンカラス。そのまま出します。この子マニューラですよ。あ、ごめんなさい。はい。すいませんでした。はい。失礼しました。オッケーです、オッケーです。いや、これ、これで、剣矢で。剣矢で、あー、やっと。まあでも、デッキなかったんで、俺、使いすぎ嫌だったんで、もう、あれしましたけど。もう12分に行かれたな。12分に行きました。ネストボール。はい。空打ちで。空打ち、はい、了解です。ネストボール、空打ちで。ハイパーボールも、空打ちで。空打ちで、はい。で、シオナ。了解です。使って、一応これシャッフル必要なんですよね。じゃあ6枚ドロー。はい、頂戴いたしました。この3いいっすね。この3分野草結構格闘しやすいので気に入ってはいます。ニットエネルギーつけて、はい、悪の起きて。はい。じゃあ60ずつですね。60を、はい。3体ですね。3体ですね。はい、じゃあドローします。じゃあ、うん。あ、ごめん、アリセウス死ぬわ、今ので。え？あ、そっか。死ぬんだ。あ、自分のもやられるか。死ぬんだけど。え？いや、いいっすよ、じゃあ。ちょっと俺忘れてたんで、そのままで。いや、すいません。イカ様ということで。はい。イカ様しといてください。で、とりあえず、焚き付けるで、はい、ベンチに。そんな効果ありましたね。そういえば、お互いあれなんですよ、お互いなんですね。お互い。じゃあ、もう誰でもいいや。やれ言うたにもつけときます。ラクトを着て守れない男だ。基本法のエネルギーを手張りしますね。はい。バシャーモニで、じゃあ、焚き付けるじゃないや、ファイヤーストリームで、ファイヤーストリームで行かれる、はい、ベンチともども、ベンチともども行かれ、マニューラを行かれして、1枚、サイドヒーター完了です。じゃ最後、アルセウス出しますので、はい、はい。アルセウスに、はい、やっと出ましたね、アルセウス。アルセウス やっと出てきた、アルセウス。エネルギー、まあ、4枚ぐらい貼った。はいアルチュエットアローですか。まあ打っても全員死ななくて。全員死ななくて、はい、僕のターンですね、はい、じゃあ、はい、どうしよう。簡単エネルギー貼って死にました。この子このエネと無色1個でいいんだ。ああそっかそっかそっか、はい、いけるんだ。いけるんですよ。強いな。はい、じゃあファイアストリームで倒します。あはい、1番もらって勝ちですね。はい、いや馬車強かったなこいつ。強いっすねこの子。エネ加速しながら、うん、そうダメージも出て、さらにベンチにも回転飛行の上位互換みたいな技なんで、自分にもつけれるんだよねこの本。そう、ただベンチにしかつけられないんで、はい、場にいる時は手張りでしかできないんで、だから逃げエネゼロのポケモンとか合わせてあげる。そこと合わせる。しかもかっこいい子自体がデッキとも相性いいっていう、はい、まあ、クズマとかを使ってやりながら、まあ前に出せると。いや強かった。でズガドン GX とか1枚だけピンで刺してて、あおしゃれ、まあ、バースト GX も使えるし、焚き付けるが結構相性いいんで、びっくりヘッドで、バーストでも一撃も取れるようにして。バースト1回飛んできたら泣くな普通に。はい、そうなんです。最後1枚いかないんでしょこれね。そうですそうです。普通に泣くわそれで負けたら。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。